何を言ってるんです。まだ30分も余裕がありますわよ。でも早くチケット買わないといい席埋まっちゃうかもしれないよ。はいはい、わかりましたから、ちょっと落ち着きなさい。映画面白かったね。ええ、主人公が世界の危機を回避するため恋人と共に伝説の遺跡の謎を解明する。ストーリーは王道ですが、最後まで手に汗握る作品でしたわ。敵だった宇宙人と仲直りするシーンは感動してちょっと泣いちゃった。ん？これはカプセルトイだ。ここのゲームセンターいっぱい種類があるから見るだけでも面白いんだよね。確かにすごい台数ですわね。ルビーはこういうカプセルトイですか？よくやるのですか？よしこちゃんや花丸ちゃんと遊びに来たついでにやることあるよ。可愛い景品があるとついやっちゃうんだよね。そうなのですか。しかし衝動に任せた買い方をしていると物が増えてそのうち手がつけられなくなってしまいますわよ。気をつけてるんだけど、どうしても。あ、この景品初めて見た。世界の三つ星パティシエの絶品プリンセレクション。やりましょう。いくらです？空、もう赤くなってる。そろそろ帰りましょうか。こうしてルビーと二人きりで出かけるのは久しぶりでしたわね。うん、ちっちゃい頃に戻ったみたいで楽しかった。またこうして出かけましょうか、二人で。お姉ちゃん、うん、行こう、お出かけ。大人になってもおばあちゃんになってもルビー、お姉ちゃんと一緒にお出かけしたい。